田中赤丸田中赤丸田中赤丸から1944年12月1日は日本の地理学者。史者日本の陸水学の先駆け、築地にあった尾張徳川家の邸内で旧尾張藩士の田中藤丸の長男として生まれた東京市販学校附属小学校で学び、さらに中村吉隆の私塾で学んだ後、1884年16歳の 時の富士登山で、眼下に広がる富士五湖の雄大さに感銘し、故障の研究を志す。その年外交官であった父の不妊に伴い、ローマに居住し、その郊外や北イタリアのコモコ藩に滞在し、イタリア中部科高校やアルプス南麓の氷河湖を観察して回る。1886年、スイスのレマンコ藩のローザンヌに移り、 ブリテルの家庭に寄附し、地理学などを学ぶ。翌年、アルプス中央部の山画や古床を見学し、柿木地区に状況なども視察した。また、ローザンヌ近郊に居住するメチニコフに教えを受けた。加えて、ローザンヌの私立中学校で学んだ。外交官であった父、藤丸の遺向で、外交官修行のため、スイスに留学。 その時にした観光で地理学の面白さに取りつかれるフランスの地理学者のエリゼ・レクルスにつき人文地理学を学びアフリカの地理研究にも2年わたって従事した1895年27歳の時に帰国し日本に古障学を紹介する東京地学協会の月刊誌地学雑誌の編集委員となり海外の事情の紹介に侵食を忘れるほどの熱の 入れようだった特に、フランス語文献をもとに、マリアナ軍統略士などの知事、各国の故障学の研究史展望アルプサン地下機住居と、その放牧制度など、集落地理など広範囲に及んだ。1899年に、日本初の科学的な故障研究となる山中湖の促進を行ってから、晩年まで日本各地の故障をめぐって、 湖本形態や水温などの物理的性質を研究を中心して研究を続けた。31歳の時、富士五湖の研究に着手した。まず、陸地測量部の作成した2万分の一帝国図を元に等身図を作成した。調査対象は、箱根の足の湖、万代山独湖庄と稲わし湖関東地方、中部地方の湖庄に広げられた。 このような調査研究の成果は日本故障研究略法として1900年から1908年発行の地学雑誌に長く連載された。1931年に日本陸水学会を組織した。1932年から1933年にかけては千島列島の故障研究を行った。また、泉州大学。 中央大学、早稲田大学、京都大学などで教弁をとった。1930年、日本北アルプス古省の研究を観行する。1910年から、長野県の品野教育会北安曇部会の講演と助力を受け、さらに、品野教育会南安曇部会、西ちく部会などの助力を受けて研究した。1932年から1936年、 南千島及び北千島の故障と周辺地域を調査する。1936年、過去39年間に調査研究した故障数が約170に達した。1937年京都大学から理学博士を授与される。1940年、72歳の時最後の著書、湖を観光した。 1944年、76歳で、東京にて没する。三大研究として、諏訪湖の研究、日本北アルプスの故障の研究、野尻湖の研究がある。妻の妻は、名古屋の上前津にあった芝居の道具製作の店、花心の長女。息子は、経済地理学者の田中香薫の妻は、服飾デザイナーの田中千代。 ありがとうございます。